中島東中島昇明治20年4月2日は、新選組大使。天保9年2月2日、武州玉郡、小田野の農家に長男として生まれる。幼名は峰吉、後に、昇る一郎。父は、中島又吉、母は、中島一安政3年9月頃、19歳で、天然理心流、山本万次郎に入門。安政4年、 同郷の安藤正と結婚。長男、歌吉が生まれる。その後、八王子千人同心に所属したが、同僚の一人と衝突して斬殺したため、親戚家に逃れる。源氏元年、新選組に入隊。近藤勇の命で、武州、甲州、相模の地理調査等を秘密裏に行っていたと言われる。慶応三年、新選組五長に就任。 慶応4年4月3日、流山で、近藤が新政府軍に投降した際には、同行役の薩摩藩士、有馬東田を追尾したが、監視は厳しく虚しく帰った。肘方歳三や島田伊佐ら数名の新選組大使らと共に、大鳥慶介ら旧幕府軍と合流して、宇都宮の戦い、日光口の戦い、会津戦争に転戦。仙台でさらに、 江本武明旧幕府海軍と合流して、江戸地へ渡る。函館戦争では、弁天台場第二分隊共同役となった。明治2年5月15日、降伏。弁天台場で謹慎後に、青森に創建され、同6月9日に、広崎藩、7月21日、青森へ戻り、3ヶ月謹慎。10月24日、弁天台場に戻り、 約5ヶ月禁止した。明治3年5月上旬、静岡藩をお預けになり、中旬には斜面。たまに帰還する。静岡藩の開墾に尽力し、自分の伝授を人々に譲渡した。また、浜松にて、元将棋隊大,大使、当時浜松裁判所、陶器所代所だった大島精神と再会している。浜松に定住し、明治12年2月19日。 長男、昇一郎を浜松に呼び寄せる。明治15年、魚屋、沢木半平の長女、米と再婚している。この頃は、商売をいくつか始めており、はじめ旧幕臣と協力して、七夜を経営するが失敗する。明治14年、趣味で栽培していた波乱に偶然新種が誕生し、品評会にて、金魚クレンと名付けられて爆発的な売れ行きとなるが、 馬が親株を食べてしまったため商売終了。明治17年には、鉄砲火薬売買人免許を取得し、中島鉄砲火薬店を開業した。明治20年4月2日、浜松にて死去。去年50。墓は、浜松市中区市も池川町店臨時。海名は、高吉陰光案、吉忠子寺。塔は、明治20年1月1日に、 以下のような自生の句を残した。当は以下のような家訓を残している。新選組関係資料として、戦友絵姿や中島のボリョボ描きなどを残している。ありがとうございます。